かソフトバンクホークス対阪神タイガースのゲームを解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはホークスの先発山本が追った。赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。なるほど、制球力ということですね。バントしました。狙いは良かったですよね。三塁線に転がっていれば成功してたでしょうね。ああそうですか。打ちました。バッターは2番に入っている大山。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。打った、伸びていく、どうだ、入れば先制、見事です。これが1球目、初球簡単にストライクを取ります。154キロがいきなり出ました。2球目打ちました。バッターは DH 城島。ツーアウトになっています。これが初球、ちょっとすっぽ抜けた感じです。豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はライトへ。さあこれからタイガースが守備につきます。そしてマウンドに上がるのは先発の秋山。バッターは吉田。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。際どいコース外れました。いいコースでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。打ちました。バッターは2番に入っている坂本。秋山、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上秋山、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。落ちるボールはこれは外れています。ボール先行です。インサイド落ちました。大きな打球になった。さあそして打席には浅村が入ります。さあ同点のランナーを得点圏に背負います。まあここで追いつかれないようにしないといけませんよね。なるほど、そうですね。1球目は何で来るか。インコースに送っています。3球目は何で来るか。いい当たり。何かレフト線、いいまっすぐですよね。はい、ストレートが決まっています。ここはあっという間に追い込んでいます。低め、これは外れた。外、際どい球、ボールになります。ゲートカウント、釣り玉、しかし誘いには乗りません。粘られてフルカウントになります。セカンド。さあそしてバッターボックスには丸が入っています。さあ2アウトにはなりましたがピンチは続きます。ここをこのまましのぎ切れれば流れが変わるかもしれませんね。なるほど、そうですよね。これが2球目。打った。そして打席には大山が入ります。さあなおもピンチの場面。ちょっと嫌な感じ。バッターボックスには代打の岡本。さあ里崎さん、ここは抑えておきたいところですよね。まあそうですね、この代打が成功してしまうと流れが向こうに行ってしまう可能性ありますよ。そうですね。さあ勝ち越しのかかった場面となっています。さあ走りやすいカウントになっています。走ってきた、打ち上げた。ここでホークス守備を変えてきました。2回表に入ります。タイガースの攻撃、
5番バッター糸井。タイガース同点で迎える最後の攻撃です。赤星さん、最後の攻撃なんとしても塁に出たいですよね。そうですね、先頭バッター初球は何で来るか。打ちました。バッターは7番に入っている大和。2アウトになっています。この回のタイガース打線ですが、たった3球で2アウトになっています。ちょっと淡白な攻撃が続いてしまっていますよね。はい、そうですよね。さあ、外してくるのか。内へのボール外れました。4球目は何で来るか。インサイド落ちました。強い打球。インコース詰まりました。2回の裏、7番から始まるホークスの攻撃。山田が打席に入ります。タイガース同点で迎える最後です。切れてますよね。はい、変化球が決まっています。高めちょっと外れたか。これが4球目。いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。先頭バッター歩かせました。ノーアウトからスタート。さあ、ノーアウトで一塁にはサヨナラのランナー。バッターは小林。ここはバント。バッターボックスには代打の森。里崎さん、ここは粘りの投球を見せてほしいですよね。まあそうですよね、相手が勝負に出てきます。ファーストランナースタート。さあ、2球目は何か。2回決まります。147キロ。内のボール打っていった。バッターは9番に入っている太田。2アウトになっています。初球は決まったところに来ました。ストライクです。わずかに入りません。惜しいボールでしたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。インコース落としました。これが2球目。外れてフォアボール。ツーアウトからサヨナラのランナーを出してしまいました。バッターは今日 DH に入っている吉田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。内のボール打っていった。これから3回タイガースの攻撃です。そしてホークスはピッチャーが変わります。三谷が得点圏にランナーを置いて、迎えるバッターは8番の上本。タイガース同点で迎える最後の攻撃です。一旦引きます。よくてストライク。今度もインハイに持ってきました。これも見送りました。難しい球はストライクになります。さあ、4球目は何か。打ち上げました。さあ、そしてバッターボックスには原口が入っています。打順がいいところなので、ここで何とかしたいですね。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。詰まらせるか。インサイド打った。さあ、そして
て打席には浅村が入ります。ここは嫌なバッターが続きますから、バッテリーは大変ですよね。さあ2アウトなら外のボール打った、ホームイン、サヨナラ、なんとサヨナラで決着。最後はタイム